はい、それでは配信も開始いたしました。配信も開始です。東西線形式で行う予定でございます。どうだろう、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5です。はい、もう来た。ないよ、2キャラでもいいっすよ。さあ、1、2、3、4、5、6、7。じゃあ7対7かな。あ、ムラリさんも来た。配信直後からひょうひょう言ってますけども、ムナーリさんじゃないですか。7対7ですな、7対7ですな。たまわりと棚足がちょうど半々ぐらいなんですよね。1、2、3、4、5、6、7、8か。半々ではないか。いや、まあそろそろなんかやりましょう、なんかやっていきましょう。一応東西線形式で考えてます。7対7で2キャラ持ちでもいいかな。
じゃあいいかな、締め切って僕入って8対8 2キャラ持ち。で、2キャラ持ちバイパールールとかでもいいかな。もうガンガンサブキャラに死んでもらう形で。あ、そうでした。では皆さん、そろそろ始める準備をお願いいたします。まあ、キャラクター自由にして2キャラ持ちで、1回使ったキャラ使っちゃダメ。じゃあ今日みんななんか弱い人いないからもうランダムで開けましょうか。あ、でもどうしようかな。じゃあ福山さん、宮さん取ってください。取り合い、今日のルールを説明します。1人2キャラ持ちでバイパールールなんですけど、キャラクターは決めなくていいです。そう、2キャラ使えます。で、指名したけど被せられる可能性指名したけど被せられる可能性がある。そうプレイヤーだけキャラ決めなず、で同じキャラ2回はダメです。別キャラで別扱い。合気は1万円です。負けたキャラ二度と使えません。というか2回しか出番ないですけど、という感じなのでよろしくお願いします。 1P2P じゃんけんから。あ、金子くんも来た。2回転の代わり金子で。
ですよね。はいだ。はい。じゃあ、試合これで一旦ストップでお願いします。の試合ストップでお願いします。じゃあルール説明をもう一回、みんな終わったらルール説明もう一回するんでよろしくお願いします。絶対取らないね。決まりました。じゃあ皆さんの試合ストップ分かれていただきます。 1P 側エクスパーバイパーミアアオバシュームナーリ長州金子です。 1P が言って今の人エクスパーバイパーミアアオバシュームナーリ長州金子 1P が言ってください。 2P が坂本機械福山中野タコ様焼き鳥グリグラペコです。 1P、2P 分かれて長州さんは 1P だよ。ルール説明をもう一回するので終わってください。そうかな、はい、バイパールールで1人2キャラ持ちです。なので人だけ指名できるんですけどもかぶせられる可能性があります。はい、キャラはその時決めていいです。後決めでいいです。はい、で1回使ったキャラはもう使いません。はい、いいですか。というわけで先方だけ申告をお願いします。こっちこっち先方決めて、先方決めて、こっちも先方決めてください。はい、リーダーはい、ちょっと待ってね。タコ様、タコ様に、いやいやいや、先方はキャラも申告お願いしますよ。 こそっとね。同じキャラダメです。オッケー、オッケー。では先方がバイパーガイル対タコ様ベガ。
とうとう出ましたね、隠し玉らしいですよ。俺はこれから出が扱いになるとタコ様言ってました。あれガエルじゃないの、竜1回しか使えないからね。さあいきなり裏切っていくエクスパー。まあもう竜は使えないんでいいんじゃない。さあタコ様がベガでダムラリを打っている。そうなんですよね。さあタコ様はこんな難しいキャラ使えるのか。さあやる気が感じられない。だーボロクソにしていく。示していいですよ。さあキャラクターは自由ですよ。おーっと出ましたね福山バルログ。さあ福ログ。はいはい、タコ様です。あータコ様が来てしまいましたね。いや相手が悪かったこれ。相手が悪かった。さあ福山バルログはおとなしめ。そう超早詰めから。てか初めて見ましたけども使えるんですかねみたいな。まあ誰でも使えますよこれは。マジで。まあ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 誰でもね、まあおお。そう一つ一回あれ勝ってるけども煽られるっていうねこれ。バルログだから勝った負けたとかどうでもいいんですけど。なるほど、まあ勝ち方が大事みたいな、まあ、勝ち方も大体ねみたいなとこあるからね、まあ、みたいなね。さあこれは大勝負だ。あなんか氷が出て、氷が出てる。また引っかかって。氷とテラのコマンド違いますからね。ええお昇竜出ないぞ。あそうよ、昇竜出ないということ。昇竜出ないよこのキャラ。いやというかあの、はい、エクスパーさんが昇竜ないってことは、はい、飛んでいいってことじゃないですか。おお、いやでもお前ぶっぱ入らししてるだけでいいんじゃないですか。ぶっぱしめだ。あーっと当たって。さあイニシエ連携、これはなんかいい勝負になってる。あ大昇竜勝負で、まためくりがめくり出す巻き投げられる。あーちょっとなんか爪の出かかりが見えてましたね。さあ誰を、さあ誰を指名するのか。こっちサブキャラ強いぜだから。お、お誰、タコ様指名です。タコ様指名ですよ。まあしょうがねえな。ああエクスパーが2連勝で、まあ、タコ様を警戒していく。タコ様警戒です。まあ、それでもねザンギというキャラ竜だとめんどくさいはず。あーふざけたやつだ。そうですね、昇竜拳がないということは、おお岩沢出るんです。しかもこのリバーサル率が非常に高い。本当に全然しっかりしてないので負けると温まるという。さあスクリュー入って、サギ飛びがちゃんとしていない。リバーサル昇竜モールに食らってちょっと高かった、ちょっとだけね。微妙に分かりづらいけど、あの相手は見ずにやってるので。また食らう。さあこれで一気に亀八、そして大下駅うまい。前に飛んでスクリューもらって亀八、
今度は低いね、今度は低いね。さあさすがに舐めすぎだと言いながら席に着いたダゴ様、ボロクソにされている。やばいよやばいよ、タコ様やばいよ、プレッシャーあるよ。だー出ないよね。さあタコ様終了、最速でマイクを持つ。あっさり終わっちゃったね。タコ様福山を食いつぶすつもりだ。やっぱサブキャラ使い出すとなんか感覚狂いますね。狂いません。あ、やべえ、おらきよ。誰がおった。まああと福山さんが前立てしてくれりゃいいんじゃないですかねみたいな感じで。そうですね、指名できるからね。ね、指名された方がやっぱきついよね。ね、そうだよ。なんかさっきさすがに舐めすぎだって言って席に着いた気がするんですけど。いやまあ気のせいでしょそれは。ああ波動踏みすぎ。さあとりあえず削りたい。もったいねえと思うんだけどなあれ。まあでもいつも通りのスタイルですからね。もう一回貯めりゃいいやろみたいな。いや体力リードしてるし。そうじゃないんですよね。まあねーって感じですけども。あとまあこれで福山さんゲージ持っているが、うわー飛びが通る。前歩きでドンピシャ飛び。まあこうやって結果的に固めてしまうとねっていうところが、ね、そうですね、まあ、めんどくさいが続くんですよね。エクスパー戦はさっき僕ホンダでやってて、ええ、画面がせっかく追い込んだのに、はい、あの話を一応しゃがみでやってたら、はい、強達負けで真ん中逃げられて、あーめんどくせえってなって。ホンダはその場合どうすればいいんですかね。タツガードですね多分。あーなるほど、タツガードでずっとちゃんとやんないといけないじゃない。おお大昇竜。しかし下がる、意味がわからない。まあゲージあるからええやろみたいな。でこれはよろしくない。まあこれはそうですね。これはおでもしっかり出していく。もうちゃんとリバサリ出してます。福山そろそろ止めないとというか、これラストライフですからね。そうですね、なんかタコ様のことを一番手で出した責任もね取ってもらわないとっていう。タコ様はまあいいんですけど。おい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 、タコ様、また踏んでしまって。エクスパーに蹂躙される 2P 側。どうなんですかね、エクスパーも波動の打ち方がうまいんですかね。さっきから福山さんが踏んでますが。うまい、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 うまい。これはどうしよう。うまい、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 うまい。やばいよ、やばいよ。いい波動が当たる。横差ある。だけども。うまあでもこれでシンクロアキレーパー、当たったかカス当たりでめくりから投げ受けにある。うわ、お、ワイヤード、あるよこれ。なる。さあ福山さん示して。ちゃんとタコ様の責任払いしてくれたやん。え？エクスパー指名です。もう一回。え？はい。さあまあちょっと。なんでもいいよ。なんでも OK です。さあ福山さんがもう一回エクスパーを指名して。ただ味方からも煽られる。いやなんかタコ様が追えないということになってるけども。バロはい、そうです。いい。龍以外だったら何でもいい。どうします？なんか1ラウンド取っても決めなかったらキャラも指名しちゃうみたいな。うん？あ、取ったと決めなかったら。ええ。ラウンド取られるまでに。そうですね。ラウンド取られるまでキャラ決めなかったらキャラも指名されるぞと。お？お？これは一体バルブって言っといてダルシムにカーソルアッときながらガイルを使っていくという。ダルシムさっぱり意味がわからない。エクスパーガイルとはまあ稀に使ってるの見ますね。稀はい稀に自分なんか見たことあるかわからないぐらいですけども、まあこれ竜と違って不自由なので、ええ竜はまあ自由度が高いんですよね。まあ高いですね、ええコマンドキャラです。このキャラじゃ多分勝てないですね。まあすでに受け身もなく、お、投げ返し。あ、なんでなんか謎の動きがターボかな。あの間合いで無敵対連打っていうのもあれですね。なんだろう、ニーバズとかかな。もう知ってる。あー、危ない。ちょっと怪しかったけど、さあ速攻で殺される。なんか何のあれもなく終わりましたね。指名は指名はあ。
さあ今福山さんがちょっと考えているところなので皆様しばらくお待ちください。まあ、メインが出るかわからないですけど、宮健、いや宮さん、宮さん、さあ宮何でいくか、残りかな。お、来た来た来た、宮ザンギ。これね、はい、結構強いっすよ。あ、なんかもともと前はあのザンギ使ってたみたいな。あ、そうなんすか、ゴールでタコソもいる強いと思った。おいおいおい、まあちょっとこれ見てみればわかると思うや、どれだけか。まあちょっとローキック今の遅かったのと遠かったので大キックにつながらず、さあ画面端を詰められて、ここが福山さんの課題ですね。この端っこを詰めた後に殺しきれるか。まあ波動っすよね。あ、やってしまってからの、あ、ちょっとスクリューが早かったせいで。さあ今のは、多分相模投げ回数やったんですけども、はい、暗転後にカラキャンでダブラリが出れば勝ってましたね。さあそう、さあ4回刻んで、ちょっと前が遠かったかな。なら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 な、波動打てと。あ、やっちゃった、また。お、うまい。あっと、リバーサータスマギ。おー、これは死んだ、死んだ、いるな。さあ、第3ラウンド。おっと、今のは昇竜が出せるタイミングでしたが、ちょっと今、立ち合いキックスクリューは、前も遠かったし、波動で駆られる。で、ピーラにも当たらない。うまいな、さっきから。さあ今ドラム缶を見て先飛びやめましたね、ええ、ああいう判断力が必要ですね。まあ特にやっぱサブキャラですとね、なんかタイミングも変わったりするんだよ、ね、ドラム缶むずくなる、本当にドラム缶プラス端っこはマジでむずい。ああ、タコ様あえて先飛びを狙うのが好きなんで、まあさっきはドラム缶もなく、まあ、ね、あれあそこ完璧な人は、はい、サソリで、おい、見せていくよこれ。ちょっと目離したら光っていく。皆さん何誰締め、よくやった。さあこれで宮ザンギが誰を指名するか、中野焼き鳥坂本機械ペコグリグラ。まあどれ誰選んでもザンギきついですけどね。ザンギ使っちゃったからいけないね。いやいやいや、ここでね潰しとかなあかん相手もっていうのはありますし、あとはチームメイトに任せる的なね。おちょっと機械さん、おなんか機械さんも新キャラとか言い出してるけども何使っちゃうの。ちょっとこれチームメイト止めろよ。チームメイト止めろ、ほい、KKY。 やべ、ここで機械の KKY、 やばいやばい、ここで KKY と言っている。全然新キャラじゃねえから。昔から使ってからこれ。え、機械さん使ってるんですか。使ってますよ。おめちゃめちゃ使ってますよ。これはじゃあやばいじゃないですか。 KKY KKY、 これは KKY ですね。やばいですね。もういい KKY モードになってますよ。あ、これは KKY の方が高い。あ、わあ、出るよこれ。今ね、インフェルノ出ましたね。KKY さんは 2P 側は出ないですね。断言しちゃったし、はい、ワースピーガーは手元を見てやってるらしいです。画面は見ないんですね。手元見ても変わんないと思うんですけどね。まあまあでもやっぱり見ながらやった方が、お通って、さあこっから、おお、これはいくしかねえ。さああるのか、あるのか、これ、おっ、あああ、惜しい。今大パンだったら相打ちだったけど、 KKYKKY KKY、 バックジャンプしたときジャンプ強キックおすすめですね。強キックですか。いや、おーっとダイエットか。今の間合いのあのキックはなんか足が出るキックだったら返せたんで。おー、またダイエットが通って、ダイエットが機能している。ちょっと優しかったが今は痛い、痛い、あれは痛い。やばい、ピュルピュル、やばいよ。さあ宮ザンギ、おお、ちょっと遠い。さあ対空を見せらなければ、やばい、完全に KKY、 安定だね、安定だね。そうそうそう、弱波、お
あんのかこれ。あああの連打必死だった。あーやばい。インフィールドさあなぜか大人気機械ダルスム。さあ景気はいた違うと。さあ誰を指名する。さあ味方からムナーリコールが。ムナーリさん。さあ指名されたムナーリさん。ここはどうするんでしょうね。ムナーリさんはキャラはなんでもいいけど同じキャラ一回しか倒しちゃった。倒しちゃったよ。倒しちゃった。下がっとっと指名されちゃった。どっち、どっち。あ優しい。とりあえずコンピューター戦に1ラウンド取っ。いやムナーリさんね、ええ実は器用系で何でも使えるんですけど、はい、なんか本当に、お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 ちょっと器用系がバルログを、ムナログ、黒いですね。うわあ、いやこういう、はい、あ、始まるぞい。あ、これはお表ガード。味方からあの振り方は弱いと。あ、味方じゃない。うっと投げがうまいんですこの人。分かってますねさあ悔いが残るぜ。敵チームからいいよムナーリと。あっと投げ返しの機会です。忘れちゃいけない。産んでしまってからの投げから。ああ投げから。ああちょっと高かった。さあこれは振りで当たって表ガードで、まあ、画面いやいやガードしてれば。あそうそうチョップチョップ。 あれ投げかくになるんで。あなるほど。あでダルシムレバー入れないと近距離技が出ないじゃないですか、はい、ええ、画面初到達した時にどっちにレバー入れていいのか分かんなくなるんですよ。あなので、はい、あの戦法なかなか強いんですよね。なるほど。スラで逃げようにもどっちに入れていいか分かんないという。ええ、さあ氷が当たったか。あっうおっと。さあどうなる。いた前取って。おっいいチョップ。あ投げれない。さあいいスラッシュ。おっとおっとドリル刺さる。ドリル。さあ誰を攻めてる。ここでムナーリ指名は露骨すぎですね。いやまあそういうルールやからな。いいキャラ使いたくなっちゃうじゃん。まあええやないよみたいな。ただまああえてメインで行くのか、まあ S で行くっていう手もありますからね。はい、まあ逆にやれちゃって長州。おだから剣でもいいって思う。いやでもここ剣で入られたらまずいんじゃないっていう。残儀か。おおなんか剣はいけると。使ったことないけどホンダ。さあ長州さんホンダ使ったことないけどもと言ってか。なあ本当に使ってる。いいのこれ。これチームメイト許すのこれ。まあ勝ったら美味しいぐらいでいいんじゃないですか。まあですけど使ったことなくて。いやこれね、はい、ダルシムが圧倒的にむずいので、全然ありますよ。確かになんかやってますね。確かにやってますね。ハリセット好きしかしてないことを皆さんちょっと画面を見て思い出してください、まあそれ言ったらまあね。さあね前ジャンに引っかかるんで、腹はダメです。ああ抜けてしまった。おお落としてからのハリセが出ない。うん回転が出ない。おお止めた。うまい風だー、当たった。長州大喜び。今のインあのヨガファフレームがあおーっと転んでからの相手もう画面端。さあ機械の動きもかなり怪しい。あうまい。まああれね、あー FC になってしまう。うまいけども、減らないので。おおおさあ、あの腹はね、はい、惜しい。おあそこはお尻だと潰せます。あ、お尻ですね。
大戦さあ始まった。死んだかこれ。さあ投げ返しの使い本当に前だどっちかわかんねえ。あーっとこれかどうわかんないがコンボがないから全部投げだと思うよまあとりあえず投げ返しておけばうまいうまいうまい風お、うまいうまいうまい全部見えてる。あ、これインフィール、あ、かくんないー。出なかったなぜかくらないと言われているが、まあ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 勝ちゃえんやろみたいな。まあさすがにまあここはね、一応チームメイトとしても惜しかったな。下がっているからね。金子、あ、金子まだいましたね、そういえば金子。まあ大体知ってるのはガイルか。金子くんは多分いないっすよ。まあまあ出てるでしょ。まあやっぱガイル使いのチュンリーもなんかそこそこ動ける人が多いですからね。まあ技は急ぐから、ええ、お、ただガイルたちがこの投げで4分の1減ると。そう、普段苦しめられてることをボタンを押すだけだですね。投げ前も広いし足も速いと。ドリルキックめんどくさいですよあれは。はい、ビンタかな。あーなるほど。百裂の図とか極限の上から来ちゃうので。まあただそこ反射的に出せるかですよね。そうっすね。まあ打っときゃいいんですよおっ、弦が刺さってからの。うわー投げ返さない珍しく。まあただ今投げ前もちょっと遠かったからどうなんでしょうね。あー今のはあれさあ怪しいな。先列打っといた方がいいですよこれは。なんかいいですねこういうグダグダ感が。もうこれいいな、結構面白いなこのルールですよね。いいですよねこの指名したのになんでかぶせられてるのよ。そうそうそう、これね、バイパールール書いてて高様がこれでいこうっていう、はい、お、まあ、自分で言っといて自分があっさり死んでるからねどうしようもないけどねっていうところ。高様は出てないですか今日。いや、あの動画の尺、あれまあ、お、金子ガイル勝ってるよ。金子チュンリーか。さあ、スカイダルシムを誰が倒すのか。お、百裂こすっていく。パレっぽい。上に出す、上に出す。なんで上に出してるんでしょうね。そうですね。あ、ドリル、ドリル。あーあー今も戦列出さないったら危なかったっすよね。戦列どうでしょう、無敵長いからな。あ、そっか。ああいう、お、お、ビチビチ、やばいやばい。おー戦勝から投げ、来るか。投げない、うわーはい、さあ勝負。あー引っかかったか。投げ返し、さすが投げ返しの KKY 違うんだけどねっていう。さあ、まあ、いよいよ減ってきたぞとはもうあんまり、いやもうそう、そろそろもう残ってないんで、そろそろね、サガット使いをねここでっていう気もしますが、チームメイトとしては。あ、確かにね、もう一回ね、今の人って手もあるし、もう一回ね、サガット使い。おっ、あえて手段の道を選んでいくシュート。焼き鳥はマジで指名されないと思ってたんですけども。ですよね。ここで、ええ、さあシュウさん何使う。これ DJ ですかね。いやどうだろう。あ、でもこれ分からん殺しですよ。あ、火力でさっさとごまかせるという非常にいいものを持ってるんでこれから。おー、いや、おい、ちょっと3発であのヘリはやばいでしょ、はいはい。いやいやいや、なんか死んじゃったよ。こういうキャラ死んじゃったんだけど。火力全振りなんで。火力はいいけどピヨッチャまずいでしょ。まあ、あれ含めての火力ですからね。なんかさあうまいぞ。おうまい、知ってる風が何も入らない今ドリルですかね。まあ、ドリル当てるとダメですね。お、まあでもやちょっと落ち着きを取り戻して。おお、あ、いや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 、あ、いや、だからガーッ、危なかった。なぜガードしてる嘘でしょ今絶対ボタン押したでしょ。
まあ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 、まあ、勝ったからええんやみたいな。お、強さあこれ美味しい。スイング受け身がない。さあ機械さんのペースを取り戻してる。あ、やばい、やばい。さあこっからしかし火力、火力勝負。おー、ナイス。うわー、ぶねー。うわー、やばいよ。まだ投げ返さない。ガードして、あ、減らねえ、減らない。こすれって言って。まあこすってはなかったけどねみたいな。あの、そろそろじゃあメインキャラ潰してください。なんか土壇場でのガード力がすごかった、うん、よくガードした。いや、あとガイルとサガットなんとかしてくださいよ。小手くん回した。あ、じゃあ小手くん入るか。小手くん入ろうぜ。あの、小手2回転追加です。バイパーさん小手2回転追加なんで、ミヤケンと福山さんじゃんけんして、ちょっと今小手が来たのでニカさんやろうかね。え、機械さん誰締め。バイパーさんでいいですか。誰締め。バイパーさんで。バイパーさん、バイパーさんお願いします。これ先にメインキャラ出してもいいからね別に。まあそのぐらいですよね。バイパーさんというとやっぱりガイルと竜をサブで使ってらっしゃるイメージがありますからね。別に扱いです。まあそうです。おお、あった。お、これ死んだか。仕事人バイパー死んだか。これこれバイパーさんが一キャラ目です。いやー、やばい、やばいよこれ。おお、あっ、あ、もうやばい、もうやばい、これはもうもうやばい。しかもゲージも溜まったし。お疲れ様でーす。おたるのりかー。零点ですね。もうただまあ、だって近づけ、あ、近づけさせなきゃで、うん、お、まあ、1回しかね、はい、いけないので、ルタルシムは蓮見金かけてははまらないですね。なるほど。最後の最後もやっぱテレポもあるし、はい、あーはー、これはやばい、もうやばいよ。あ、さあ、機械さん、テレポートです、テレポート。さあ、2回転、あ、運がいい、運が良かった。うわさあ、バイパーさん、悪くなかったはずが。指名して、指名して。なんで誰もやりたくない。さあ機械さん、機械さん、あ、指名です。機械さん指名です。ええ、ええ、もう、え、俺みたいな顔してるけど、お前だよっていう。機械を解き使っていく。さあ機械さん、まあこれ多分竜でしょ。おいや、あの、考える時間ないっすよもう。ええ、あのそれ甘い考えは、誘惑はやばい。まあまあ悔いがないようにやりたくない、やりたくないけど、やりたくないけど、やりたくないと。さあ、なるほど、盛り上がりを見せる、ね、バイパー機械ですね。やりたくないと言いながら、はい、あ、やばい、あ、今のは危なかった。格ゲーってやりたくないって言いながら、あ、死んだか。お、どこで投げ返しようってなってるんだ。あー、ナイスサマーですね。まあまあここはね、もうサマーで追い返して、うわーい、やっぱり、まあまだ死なない。うわっと、ね、これは死んだ、死んだね。ほう、あー、これね、はい、ほうじゃないね、ほうじゃない、バイパーさんはこれなの。あの、ちょっと歩いてダブルですね。やりやすい。今もちょっと歩かないと届かないですよ、ね、あれでも、あの、これで歩きながら話すだけなんで。あー、いいね、さすがですわ。ダブル台風と台風、間合いが一緒らしいですよ。ねえ、ひどいからいいよ ね、ザンギなんてね、あんなんだから。まあ、ザンギもね、あの技結構ぶっ壊れてると思うんですけど。おー、くぐって投げ。これはバイパー怒りのリードしている。怒りのこのままモードに入った。おー、対空様。まあガイル側はこうするしかないんですよね。うん、まあ、そうですね、ソニックを、はい、ピックロング打たなくてもいいんではないかというふうに思うんですけども。そうそう、こうやればええんや的な。あ、やばい、ほんと近づけたらおしまいですからね。特にもう画面足で、あー、中足、お、危なかったか。あ、やばい、これはもう死んだか。おお嘘でしょ。
三角。おお、あいつが追いつけよ。サマーが出る。さあ使いがいる勝利。なんか今日ドラマが多すぎですね。ドラマ多いっすね。さあ誰を指名する。指名したくない人がいっぱいいる。まああとはあれですね、本当。まあ皇帝くんも来たんで。お、皇帝くんワンピーカーです。これ面白いな。ミヤ、ミヤ、ミヤ指名です。合計は1万円で。高いなこれ。おい合計1万円でいってよ。合計1万円でいってよって。みんなに1000円ずつでもいいですよ。なんか後ろに合計使いがいたんだよねこれ。使うときはみんなに1000円払ってください。まあとりあえずミヤはミヤ剣。ミヤ剣。まあなんかこれ普通な感じになりました。おーっとコパンからの膝つかみで投げ返す。本当に投げればいいからね。まあこれ体力リードしているのでちょっと前近かったな。そうそう、変化に行かないぐらいの方がいいのかな。コインさんの立ち回り上手いからね。本当に剣戦ですごくよく出るんですよね、立ち回りの技が。おで、はい、勝負どころ、はい、勝負どころ掴むじゃないですか。引っかかって、ここで、あーまあ、ただき、あーやばい強昇竜だったけど、あーあでも今の前、強昇竜もジャンプ強パンで潰されそうだから判断迷ったかな。ダイヤ最強か、読み合いですね。膝ではないか、まあ何とも言えないところですね。ガイルはおおっと、機械さんガード、ガードじゃない、中足、中足、あ、違う違う、おっと、でも意外と暴れて、さっきのね一文字食らってね、ピオルとかね、そうっすね、ありますからね。特にガイルってあの前だと中足バレー出したくなっちゃうところもあるので、トーボーンドで注意くっ、うまいー、うーまいな、うわ投げ返していく、投げ返し。さあミヤがこれで2体終了。なんか今日機械さんの日になってるじゃないですか。海外で指名したの誰よ。バイパーさんか。さあ誰指名する。さあどうしますか。おシューさん、シューさん指名です。長州さんが次俺じゃねえのかと。まあここは当然メインで来ますからね。これはもう全部剣をやっつけちゃおうという。あ、なるほど。これは美味しいですよ。ガイルのお仕事ですからね。ですね。なんか本当このカードって本当ガイルがもう圧倒的有利ぐらいな。うん、まあガイルが自信を持てるキャラって実はあんまいなくて。で自己理にくいらしいんですよ。どうやら。なるほど。まあそうは思えないんですけど。どうなんでしょう、ザンギと剣だったらどっちがやりやすいのか。これはね、剣の方がやりやすいんじゃないかな。おー、そこまで。まあ確かにあのザンギは端っこもね、行っちゃった時のありますけども、圧倒してますね。ザンギは端っこ行ったら死ぬけど、剣は端っこ行っても死なないですからね。あとやっぱりガイル的に処理しやすいってことなんですかね。画面端行ってもいいっていうのは心強いですよね。まあ打ち合いも地上戦もなんか全然なんか余裕を持ってできるが、あとはもう TBS だけを阻止すれば。 TBS だけよ、うまーい、いい差し込み。さあとは言ってもやっぱり今大足が当たってもそれで終わった。うわー、あーっと飛び方、うわっ、おお、うまい、うまいよ、刺しましたね。でっぱ入る、繋がる、あれで繋がるんですね。そうですね。まあ、レッパの出が早いから。はい。2フレだ、いや、1フレか。早いな。2フレか、2フレか。いやあっと、あと正直受け身がない。真ん中に投げちゃった。ナイスガード。ちょっと歩いて昇竜だったからナイスガード。うん、なんかつぶさない、死んだ、テール、めっちゃ減ったな。さあシューが止める、曲変わる前に。さあ指名は、指名、
坂本さん。あ、入れなくていいです。さあ、キャラは坂本がいる。さあ、塚井さん盛り上げてくれましたね。まあ、ありがたいことですわ。ダルシムトガイル、なかった自分からしたらもうありがたいことですわ。いや、ビルさんですか、タコ様。まあ、動画の尺に入ってないかもしれないけど。なるほど。まあまあまあ、試合始まっているので。おお謎の間がありましたが。さあ、弱キャラ職人ですからね、坂本。逆にガイルの方が強いんやで、みたいな。サガットに比べて強いですよ、このキャラは。そうなります。お、いいリフト、相打ちにもならずに。さあ、機械より強いのか、これは。まさか、機械より強いのか。おぉ、はい、一問で当たって、ダイヤシも当たって、めくり竜巻がガード。うーん、アクセル、裏剣しっかり。水上、いい避け方。あー、抜きダイヤシが鋭い。あれはもうベストの避け方でしょ、今の。うまい、うまい。さあ、シューの攻めをいなし続けて画面端に到達。こっからっすよ。うわあ、ヘイル最後の飛び。今やっぱり膝よりかも普通の投げにしてそのまま殺しきるって感じですかね。受け身の前に死ぬんで、このゲームですよね。あーっと波動が引っかかる。おっとで着地昇竜かな。さあ、おー、2バサじゃないが投げに行ったのかな。お、いいぞいいぞ。おー、いい感じ。いいぞ。あーっと、おーっと、暗い投げ。超でかい、これはでかい。さあ、こっからお互いどうする。はい、おーっと飛んできたところ。坂本がやる、やる、やりおる。誰を指名する。残ってんのが青葉2体、長州1体、金子1体、小手が2体、バイパー1体かな。あ、ムナーリ1体、サガット2体。じゃあムナーリさんで。ムナーリ、ムナーリさん、仕事だよ。ムナーリさん、キャラは何でも OK です。まさかの何でもいいっすよ。何でもいいんすよ、何でもいいっすよ。ただ次ね、そう、まあこれがバイパードゥール回です。あえて指名したで、指名しといておおほんとに。ムナーリ、バルログダルシムという、バルログダルシムはなかなか来ている。このルール、まあ、別にルールに基づいてるからの、しっかり理解してます、まあ、あとちなみに合計も使ってもいいけども、まあ、1万円払ってくださいというルールなんで。1万円かみんなに1000円ずつでお願いします。みんなに1000円の方が高いというね。同じくらいじゃない。あ、チームメイトにもさ払う。あ、なるほど。じゃあ安いさ、というかそれ面白いな。あのダルシム全然機能してないんですけど大丈夫ですかね。さあ、ムナーリ、しかしこういうキャラはですね、はい、あの分からんキャラが出てきたときに非常に大変なんですよ。お、下段だ。あれ、青パンの方が良かったか。ムナーリ、どこぞやの大会では青パンを履いていた、はい、そんな記憶があります。お、うまい。仕方がなかったとか言ってましたね。無駄な接触をしてしまった、仕方がなかったみたいな。仕方がなかった、じゃあ仕方ないですね。まあやっぱ動きはうまいですね。しかし坂本ガイルがこれ相当使い込んでる動きだぞ。なんかやってるのかねっていう。うまいうまいうまい。おー、振ってしまって、うわっ、あーっと今ちょっと投げに行こうとしたのかな。まあまあまあ、そうですね。おお、まあこれはキャラ差があるので、はい、ガイル側もう伸び伸びやった方がいいですね。縮こまってても勝てないから。まあですね、さっきからちょっと、おっと、なんかジャンプしちゃった。投げる、おー、投げる、受け身がない。さあ、ヨガファイヤーをなんとかしのがないといけない、はい、あっと
一発当たってすら届かない。まあ確かにあのサガットと比べたらまだ楽なのかなみたいな外流の。そうですね、だいぶ楽ですね。まだ飛びもね、単発でも入りますし。うっとーあっと、さあなんかさっきからソニック空ぐらいしまくってますね。そうですね、ドリルに自信がはいあるのか、あってもできてないのか。あと中パンちょっと機能してる。うわどうした、ここに来て勝ったのムラリー。さあ、ムラリーさん何指名します。グリグラ、お、なんでもいいっすよ、あの合計使いたかったらお金払ってください。ああ確か後に続くかどうか、うん、おっ、こういうグリグラさんがグリグラバルログ、こういう時に必ず出てくるグリログ、グリグラバルログ。やっぱこういうの見てるといろんなキャラ使った方がいいねってなりますね。そりゃそうっすよ、まあ、それはそうっすよ、自分もね、もう別のキャラ使うようにはなりましたが、うん、お1キャラだけで、きついところじゃないですかね、このゲーム。あーっと繋がらないが圧倒してて、お投げようとして投げれなかったのかな、なんかごちゃってますね、よくわかんないけど勝っている。お、うまい、あ、うまいが引っかかって、ね、あれ、なぜか当たっている、なぜか当たっている、 V スラッシャーですね、なぜか当たっている。おお、なぜかというか、あのさっき説明した通りの、はい、どっちにレバー入れていいか分からなくなるやつですってことっすね、はい、あとなんか今みたいにスライディングでなんかかわそうとして、いや、そのスライディングは相手方向の斜め下じゃないと出ないんで、はい、ええ、あおーっと投げれなかったか。相手方向ってどっちっていう話なんですよ。そうなっちゃいますね、特に画面端でもそうなるところがあれですよ、ね、端がなるんです、端がなるタコ様、ね、聞いてねえじゃねえかタコ様、おい、ちょっとちょっといつも通りや。まあそんな感じで第3ラウンドは結構静かな感じですが、さあ、おお、っと、うまい、むなーむなしむ、あー始まるぞ、始まるか、わからん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 、あ、ちょっと早かった。でバルログ戦はですね、はい、何気にあのダルシムの砂対空が、ええ、なかなか強く、うまい、うまい、うわー、引っかかってしまってからの、うっ、わー露骨こいつお互いが、さあ時間がない、あー当たってしまった結局ね、結局なんですよ。確かにあの場合だと締め、締め、青葉締めです。これは相手がバルログなので、まあバルログを出してくるかなと。 S 剣じゃないかな、 S 剣だね、 S 剣ですね、これかぶせなんでね。あーやっぱ S 剣はまあまあいけるとは言われてますからね、これはね、はい、まずいけるんですよ。まあそもそも S 剣がいけないキャラがいないんじゃねえかって感じですからね。ダルシムきつい、ダルシムきついっすか、ダルシムきつい、まあさすがにかなりきつい、かなりきつい。さあ、タッチューキックおじさん、おぉなんかこいつさあ、グリグラがノリノリだ、ノリノリっすね。今のフィニッシュはまたね、やっぱ X で、はい、周りに見てるとよくわかってるなと思うのが、はい、バルログ勝ってる時は見抜きもしないですね。あー、なるほど、だーなんで今中小流、おぉあれ、入るんですかバルログに、今なんか大パンチ入んなかったか、まあまあですよね入んないか、おお、さあ、あの小足が強いんですよね、S 剣は。小足はスライディング止まりますからね。うまい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 。あー、ピヨっちゃってしっかり。あれ死んでない。お。
あの体力で。さあグリグラ指名してください。でしたね。コテくん、コテくん。コテ。ルール聞いてる？ルール聞いてる？大丈夫？これはもう 2P 勝ちだな。いやいや、まだ分かりませんよこれ。ただ焼き鳥2体残ってるし、ペコ2体残ってるし、2回転2体残ってるし、まだ分かりませんよ。さあここで、まあ固定の、まあ早速メインできましたね。そうっすね。まあこういうキャラにはメインじゃないときついっていうのも絶対ありますからね。まあなんだかんだね、来たタイミングのせいかもう終盤ですからね、はい。さあグリグラが生き生きと過ぎて、あーおおっと打ってしまったが、うまい、拾う、あーあれ間に合っちゃうんすよね。ゴロゴロしていく、おお露骨ゴロゴロを見せておいての飛び。グリグラバルログは、はい、やっぱこう見よう見まねながらできてますね。まあね、見本がいっぱいいますからね、ここは。本当ね、見本がいないキャラもたまにいるんですけど。さあ、うわやばいよ。あーもう残りもう2ドットか、これ1ドットか。これは無理。お無理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 。さあグリグラ、そう強いよ。金子、金子、金子帰る。金子がいる。コテくんってサブキャラなんだろうね、はい。さあ金子がいる、見せてくれるか。ここは勝てばかっこいいぞ。まあでもやってますからね。お、てか最近金子ガイルが強くてもびっくりですよ、タコ様も。いや、うまいっすよ。さあしっかりしている。おい、さすがですね、メインキャラはやっぱ熟練度が。怖っ、相模中盤じゃダメですか。あーなるほど、いや相模中盤ダブルでいいんじゃないですか。相模中盤ダブルでもいいんじゃないですか。削れない。さあ金子が圧勝。さあ残ってるのは、トネピートネピー、焼き鳥焼き鳥、ペコペコ、2回転2回転2回転。さあ2回転さんの1回目がS バイソン。これ投げだけで終わっちゃうんじゃないの。これいっちゃうぞ。ニカストレート来たぞ。来てほしい。このストレート、お前と投げてもう一回か。ちょっと露骨すぎたな。ストレート来るぞ、またライバー当たってうまいぞ。バカドできるキックからのストレート、また来るぞ。ちょっと高かったけど、金子がいるしのげるか。
そいうわあ打ちはあ、金子さんが何かを言っているが、ま、やはりソニックがものを言うのか、うまいぞ、さあ逮捕、そろそろ逮捕たまるぞ、たぶん、なんと何かを狙っているぞ、ごめんさ来たぞあ、金子がいる金子シスさあ、2回転が指名したのが小手下が戸田が下がったもう使っちゃってるぞ龍か X 龍しかし S バイソンはやってるのかタイガーいつもよりでかいぞ、うん、2かストレートその勝利権最後ファイナルからだけどね、うんうん、けどもう多分溜まってると思うぞ2かストレート最後までこれかさあ2回転の暴力が止まらないうまいぞよく見てるぞストレートでいやーいいファイヤーだぞ繋げれないうまいぞいいファイヤーからのこのバスってはいるんだがうまいはいスバイソン命運尽きたか来たぞそれでも2かストレートか下がったそろそろ勝利権来るぞ怖い中足ファイブ炸裂2回転2連勝さあバイパーさんの2回目ですね次はバイパーさんにやるぞガイルさあバイパーさんがガイルを使ってのストレートからのおニカさんのエツバイソンか今2連勝してるんでねおーやりおいるピヨットだあーピヨってしまってだんだんうまくやだんだんダダダンダブルだったよ、ね、ダブルでしたね、またでもね、S バイソンでしたら本当ガイドありますからね、これ確かにありそうだぞこのダッシュストレートがやばい、あーっと今のは単発になったかストレートか、あいつみんなねこれカウンターで当たるとダウンするからこれがひどい、あ、ちょっと今ダイだったかなこれ、マサさん、これ、ショーストレートどうするんですか、これいや、あ、とりあえずガードするしかないんじゃないあ、そう、これ、相打ちになるぞ、そうサーバー打ってあー、相打ちになるぞ足首だぞやばいよ、これいい投げ返しからのまあ、逆に受け身がないんでねあー、ヘッドが出るからのそれとあ、ちょっと今のもなんかまた、ファイブぐらい来るぞあーっと踏んでしまって飛びがあちょっと食うぐらいだったお互い歪いあーセドドットでおおいおいおい踏みつぶした今リバサ出てたら聞いてねえし
あ、もうなんか聴衆さん眠そうにしてるので早く示してあげてください。さあ、ワンピーチームが、はい、青葉さんのバルログ、バルログ、まあですね、バルログですね。さすがにこれはもう2カストレートはどう落ちたぞ。あーっと、掴まれてから、ヘッド、あー、ヘッドが出る。しかし、受け身がないからね。そうなのよね。まあでもやってることはまあそんなに、まあ X と変わらないのかな。あんまり、まあグラウンドよりかも、確かどうなん、バンドが相手にダッシュするというのが有効な気が、振り向きクレイジーがね、難易度がちょっと、あー、はいはいはい、確かにね、ゲージもないしね。ただこれ、ダッ、おー、そう、ダッシュストレートが強いから、逆に出たぞ、今これ、バンドグもどうするのって、これニカストレート、これ全部なんか、おわおわ、イモリ、マジ最後はできるパンチ、なんかこれ、ニカさん、X よりかもなんか S の方が強いんじゃねぐらいの、これ来たぞ、お裏回ってからゴチゴチで、ロコ来たぞ、おわからゴチゴチで全部いかない、せーの、おいいぞ、うーテラーと噂で抜けて、早出しが使ってのストレート、さあ端こい詰めていく、おわおわと、あ、これなんか大砲来そうな気がする、あーって今大パンの出かかりだしたが、あるぞ、あー引っかかった、あーちょっと早かった、うん、青葉ワイガラが踏みとどまるか、もうワピガはいないもんね、だって、うん、ニカッパ、ニカッパ、ニカッパ、ストレートが怖すぎる、そんなこと、ワンログで無理か、止めない、ファイブぐらいと思う、タッパが刺さって死んでしまいました。ワンピーチームはあと長州さん、大将の長州さん、ここ残機かな、ザギかな。まあ剣ですよね。さあワンピー、あーっとジャンプしたところにダッシュストレート当たって、さあニカさんがワーワー行く、お、昇竜拳、立ち合いパンに昇竜当たって、さあこの組み合わせは第1回と、あ、もうあれだ、 X バレーなんだな、やばい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 、もうすぐ画面して、2回転の暴力が特にあの剣もね、やっぱりあの波動ほら発生が遅いので、剣制で打つこともできない。いいぞ、いい勝利来たぞ。投げれない。小判からの投げ返し、ダイヤシも届かない。早い。だ波動の、そう、波動のモーション見えてます。これで最後はタイミングを遅らせて、やばいやばい、ターンパスを、ターンパスと。あるぞ。さあ、あるのか。さあ、あるよ、これは。おお、投げで死ぬ。まあそこはもうここ押し切るって感じでね、投げに来ましたね。さあまた波動の帽子を見えてんのに、ダイヤスから立って、逆に剣側もうほんと、もう波動が打てなくなると、うわ痛い、ほんと昇竜をぶっ破して噛んで、そうそうそう、ただここで突っ込んであるとまずい、お、ピアノ、あー、やってしまった、長州剣踏みとまった、踏みとまった、やりおる、長州さんどうする、さあ早く座れと、もう近いやつが座れと、まあニカさんですか、もう長州さん眠そうにしてるから、あ、ちょっとペコさんが、長州さんがもうあの誰でも来いと、誰も来いと、もう近いやつが来いと、もう来たぞ、ポンって来たぞ、まさかの S バイソンゾーンに入ったんじゃない、これあの、いや、ただの、しかも今日両方食べないのかな、そうそうそう、あ、今日食べないね、あ、来たぞ、来たから、お、やる、これさ、バイソンの方が広いのかな、これさっきから、あ、まあね、投げ前はバイソンの方が広いはずなんで、おーっと、ただまあ、相手は投げる、雨精度が高いとね、投げ前が広くてもね、雨精度は飲み秒溜まるまではただバイソンだから、ちなみにあの1ラウンド始まる前からずっと溜めてます、あ、これこれ全部死んだパターンか、はい、そう、これなんかずっと溜めっぱなしで死ぬ、死ぬ恐れが、タンパ溜めた、タンパ打たずに、死んだ、溜めたまま死ぬ、長州溜めそう、2人抜き、やっちまったな、おい、
違う、中野さんが揃いましたね。なんか指名制のはずなのにもうみんな勝手に入っていくといういいことですけどね。さあここで決めに来たか中野本田。中野本田これね、あの雪の不安って見せてもらいたいっすよねこれ。しかし長所さんも危険、本田戦は本当だぞ。走りに来たぞ。さあ端っこに詰めて、うまい、岡も刺さって本当に寝ないな。おー、中野本田リーチ。波動拳出ないぞ。いえ、ダイヤシからの、これも実際はもうやっぱり X 剣の方がなんか有利。あーっと入ってからの、おー、よく逃げた。波動拳打たないぞ。さあ長州があえて飛んでいく。いいダイヤシだぞ。いいダイヤシ、うますぎる。うまい。さあこれはもう長州さんペース。あの本田どうするんだ。あもうこれ昇竜間に合う。さすがに無理か。さすが長州健、こっから全員倒れたぞ。死んだか。あーやってしまって、ピヨッピヨッてしまったか。中野本田完走。今ありましたねさあ、それでワンピーチームは勝つということになります。これは、激しビジョンはやりましょう。激しビジョン指名制で、そう、お前がやりたいやつを。さあこれね、中野が焼き鳥さんと指名したんで、これ竜来るんじゃないこれ。ああまあ別に S 竜でもいいんじゃねみたいな、もうやりたいキャラで。あと残ってるのは結構マルチプレイヤーが残ってるんでね。そう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 、もう弱これ無慈悲だな。指名しといてかぶせられる的な。でもエキシビション殺す気満々じゃねえか。あの勝った者があの修羅の道を歩むみたいな、もう大昇竜出て、ああやるんやで、ね、ああやるんやで、ね。あのそうそうそう。おいちゃんと見とけ、これ本田さんうまいぞこれ。いやおいおい違う、ホークじゃねえから。カモケカモケ、そうそう苦しい、あの怖がらずにこれね、あのこうやるんやで。これはうまいわ。二本目が焼き鳥さんが加藤県から手、先ほどと似たような展開になったが、中野本田踏んじゃったぞ。加藤県踏んでのダイハド行くしかないぞ。冷静だな。あ、死んだか。死なない。いや、一人リュウ勝利。ペコさん、ペコさん2回目です。さあ、焼き鳥さんが指名したのはペコさん。先ほどはエスバイソンで流か、フォークか。あ、1枚払っちゃうパターンかこれ。エキシビジョンだから。流で、ペコスさんの流と焼き鳥さんの流。お、うまい差し合いがね、うまい。なるほど、うまいぞ。いやでもね、体力が足りガードでいいんだね。さあ開幕はハドから、強気のハドからいったぞ。おー抜けるね。これ見てからっぽいな。ハドケン。しかし。さあ画面端。ペコリ詰めたぞ。お。逃げられない。
これ焼き鳥さん苦しいな。出たが、うん、シックもあるぞ、来たぞ、飛んでる、コパンで投げるは死なないぞ。苦しい。あー、焼き鳥流にでしょう。レコシが、あとはね、グリグラさん と、はい、と坂本さんも2回目出てないね。2回目ありますね。で、この線引いてない人、2回転さんもあって、グリグラさんだそうです。ヘロ、さすがに、さすがにフェイロン使いましたね。ヘロ福山さん、ヘロ、こんにちは。すごいですよね、我々名乗ってないのに喋ってるだけで名前書いてくんのすごくないですか。 X ゲーマーマジすごくない。あのグリグラさんの PS4 の放送にも実は見てくれてるんです。へえ、すごい、うん、あさあ、うわー、大パン、垂直大パンがね、割と強い、強気のね。これ画面端を追い詰めてもちょっとむずいですよね。気まずいと思いますよ、ね、でも森から一旦下がるのもあり。うわー、いい回転出た。開幕、おー、ちょいやる気、中足、まあ、怪我しにくい選択肢、ね、おー、出る、待ってる、投げる、やっぱプルじゃねえな。うわー、きつい。さあ、ちょっとハートのリズム入ったぞ。うまいな、逃げられない。あ、焼き鳥さん連勝。坂本さん、坂本さんの2番目です。坂本さん、あ、呼ばれた。焼き鳥師がまだ1人目ですからね。もうあと残ってるのが中野さん、中野さん、二回転さんで終わり、で終わりですね。焼き鳥さんも、はい、焼き鳥さんが、僕は二人目まで行ってしまいますね。はい、さあ、エキシビジョンの次の間が坂本 X 坂と、お、そうですね、焼き鳥オペレーションシステムはもう何でもありますからね。はい、いや、もうすごい、うまいっすね。うわい、さすがに、お、歩き合いは食らうけどね。いいや、踏み込みからのつらい。さあ、バンシャッター、強気なんですよね。お、うわ、うますぎる。痛い痛い、アパカガード、オペレーションシステムじゃなくてオプションセレクトだった。なんかほら、焼き鳥さんが機械的なこの意味かと思ったけど違った。坂本さんとそれでも打つ、あー、痛ぇー、見てからっぽいな今の死亡。焼き鳥4連勝、あとはね、二回転さんと僕だけですよ。さあ、残りが中野さん2回目と2回転さん2回目。中野さん来たぞ。ダルシムあるぞ。キャミーダルシム。さあ、これ焼き鳥完封阻止の中野ダルシム投入。さすがにこれは負けれないぞ。まずは焼き鳥さん、どっちだ、ゲージか攻めか、中腰からいった、ショールたたって一気に殺しに来るぞ、投げて、ファイヤー打ちたい、焼き鳥流ダルシムを倒すのか。しかし、これを2回しなければいけません、龍側は。今度は、いい感じだぞ。大K、ちょっと、
スーパーになって、はい、やったぞ。次は下がろう。さあ、トレビーさん、さあ、インフェルノも溜まって、見てから投げて、受け身ないぞ、よく出した。さすがにダルシム、ここは止めていただきたい。投げて、あゆチョック、ピオリーじゃぞ、しのげないか。さあ、焼き鳥流タイルが取ってるぞ。死んだ。一度は消えたが、焼き鳥5連勝。さあ、これ焼き鳥さんが勝てば2体目を出す前に最終になります。そして最後はニカ、ニカさんのエクスバイソン、優先はやってるぞ。グランド、グランド、ネット見てるぞ。さあ、ニカ、来たぞ。サンドきっちり、ここ勝負どこだぞ。結構したら、いや、焼き鳥パーフェクトゲームリーチ。フォーク、フォークを出すまでもないのか。しかし2回で投げて、受け身ないぞ。中央手、ファイヤー刺さっちゃったぞ。パーリー力圏内だぞ。あと触って、あー、焼き鳥さん。起き上がりは中央数、いい前だぞ。勝利刺さって、焼き鳥、バイソン勝つのか。刺さっちゃったぞ。うまい、はい、確定当たって来たぞ。ワンヒットで、よく出した。ナイスファイヤー。中盤で焼き鳥、焼き鳥流エキシビジョン全立てしました。焼き鳥最強。さあ、そういうわけで今回はこれで終了になります。ご視聴ありがとうございます。強かった。東西戦副賞ぐらいですねこれね。強かった。というわけで皆さん参加ありがとうございました。お疲れ様です。
Fiber!
Come on.
Fire!
Fiber!
Can't win.
uppercut.